LGBT 理解推進法なるものが国会で可決して成立しましたよね。でね、エセ人権や評論家みたいな状態になってる私にね、これについてどうもコメントし,してほしそうな人がいるので、コメントするんですけども、まあ結論から言うと、この法律はもう利権の塊で、まあ公金がまた無駄に使われるし、えー、役人とかね、さらにはまあ国民の,あの貴重な時間がこのくだらないことに浪費されると思いますね。 で、この法律、正確な名前は、性的思考及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律っていうものなんですね。でね、あの、理念法だからいいだとかね、あとあの、国民民主党だとか、維新が頑張って、まあ、その団体の 利権とか、そういうのを骨抜きにしたからいいみたいなこと言われてるけども、これね、今僕条文読んでるんだけども、これ全然理念法じゃないですよ。行政法ですよ、劣気とした。だって、あの、まずその国の役割だとか、地方公共団体の役割っていうのは入ってるんですからね。 ここで、あの、まあ、想定されるのは、まあ、国としてなんか、毎年一回報告書をあげるっていうことだから、当然このために、あの、役に終わり当てて、何かしらやるんでしょうね。で、あと相談体制なのって入ってるから、多分あの、えー、あの、財団法人、人権教育推進啓発センターとなんかそのあたりの、あの、 法務省の天下り団体に多分ね、あの、内閣府が金出して委託してなんかやると思いますよ。相談事業とか言って、やるんじゃないかなと思います。で、地方公共団体だと、 まあ、埼玉みたいにね、条例作る公共団体増えるでしょうね。鳥取なんかやりそうですね、あの、平井知事ね。あの人は、あの、真面目なんだけども、あの、クソ真面目な人ほど、このエセ童話というか、このエセ人権屋にあ丸め込まれるんですよ。多分なんか変な条例作って、またなんかあの、倉吉のガールズバンドを吊るし上げたようなことをやるんじゃないかな、というふうに僕は見てますね。だからそういう意味で、あの、多分地方が、あの、公金を出すでしょうね。 で、団体を優遇したりとか、そういうこと多分やると思います地方が。で、事業主の努力とか書いてあるんです。あと、学校とかって書いてあるんだけども。まあ、このあたりでね、なんかその、団体との協力っていうのを外して、まあ、その、保護者なんかの理解を求めるとか、まあ、そういうね、ちょっとね、保守関係の人が好みそうなことが書いてあるんだけども、まあ、いや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 、そんなんね、あの、ごまかしですよ。だって、その、 公金をね、巻き上げている団体って、保守系の団体もいるわけですよ。まあ、ぶっちゃけ、あの、童話会系の団体ですよ。そういうのもいるわけだから、あの、別に、その、ね、いわゆるリベラルの人が嫌いそうな言葉を入れたからって、そんな関係ないわけです。その、いくらでもね、その、公金にたかってくる団体はいるんだし。で、事業主ってあるでしょあの、昔ね、その、童話対策の頃に批判されたのは、あの、 国民に対してね、政策に協力しないといけないっていうようなことを、条文に入れちゃったもんだから、まあ国民に対して求断されたりだとか、あるいはその、童話事業に反対する人をね、なんか吊るし上げたりっていうことが横行したんで、まあその反省があるから、その国民っていう文言を入れなかったんだろうけども、事業主って入ってるじゃないですか。ああ皆さんね、じゃあどうやって皆さんあの、お金稼いでるんです 日々どうやって仕事をしてるんですかって言ったら、事業をして給料もらってるわけだから、事業と関係ない国民なんかいないでしょだから事業主はって書いてあるのは、これ国民に義務を負わせてるのと何も変わらないです。あの、僕はもうこういう経緯っていうのも昔から見てるんで、個人情報保護法だって、最初は事業主って書いて、ねで、まあ一定程度の事業をやってる人だけが対象っていう体だったのに、今はね、もうじ自治会やら、 あの宗教団、宗教団体は除外されてるけども、あの、労働組合やらなんかも事実上、そのね、規制対象になってて、個人事業主だってもうね、規制対象になってるわけだから、結局あの、事業主だって言っても国民全員が規制かけられてるのと何にも変わらないんです。だからこれは事業主がっていうのはもう国民がっていうの。 いうふうに書いてるのと何も変わらないですよ。だからこれは国民にこの LGBT 施策に協力しようって言ってるのと何にも変わらないわけです。だから職場でね、例えばその、まああの、エセド和系の団体なんかはね、あの、まあ、あ研修なんかをさせるんじゃないですか。で、LGBT 関係のあの講師なんかを呼んできてそういうのをやると思いますよ。あの、 まあ、NTT だの、あのね、日産だの、トヨタだの、あのあたりの、その同和関係の研修やってるところには、まあ、カリキュラムとして、この LGBT が、ま、余裕で入ってくるんじゃないですかね。で、で、一番問題になってた、 あの、まあ、その女子トイレだとか女子更衣室にね、え、女装した男の人がね、この、この法律を縦に入ってきて、で、ね、それで、そういうのも取り締まらない、られないんじゃないかっていうような話が出てるんだけども、それ何も解決されてないですよ、この条文見たらね。ジェンダーアイデンティティとか書いてあるわけだから、その、まあ、そのね、あの、ま、女装して、その、 まあ、その、例えば、あの、女湯に入ったりするのについても、まあ、ジェンダーアイデンティティなんでって言えばね、通っちゃうっていう話でしょまあ、そんなの通らない、捕ま、捕まるんですって言ってるかもしれないけども、今なんか、あれでしょなんか最高裁が、あの、なんか公務員が、あの、女子トイレを助走して、 使わせることをなんかこう認めさせようとしてるんでしょ裁判所は。で、裁判所ってっ揮士ってね、あの、怖がってますからね。あの、童話とかその衛生人権は怖がってるんで、多分もうこういうことが書いてあったら余裕でその取り締まれないんじゃないですかうん。で、だってその安心ですとか、その理念法だからってね、何も影響ないですよって、いや、影響ないんだったら法律なんてそもそも必要ないんですよ。で、あのね、 一番の最適解は何かっていうと、やっぱ法律を作らないっていうことなんですよね。で、まあ私も実際これ、あのー、こういう法律に反対してるような人、あのー、まあその人、まあ自分トランスジェンダーだって言ってたんだけども、まあどういう言い方をしてたかっていうと、じゃあ従来ね、その女装してる人がトイレに入ったからっていうことで、そんな問題なかったでしょっていうところなんです。まあそこはね、暗黙の了解なんですよ。あのー、例えばね、 あの、まあ、僕の親戚なんかもいるんですよ、ぶっちゃけ。あの、まあ、例えば、女の人で男の格好をしてる人とかですね。え、女の人で、ま、男の格好をしてる人。まあ、そういう人ってもう昔からいるんですよ、それこそ。その、いや、それこそもう江戸時代もね、大昔からその、まあ、男装の霊人、霊人とかいるし、女型っていうのもね、まあ、そういう芸能の文化でもあるだけじゃなくて、まあ、日常でもそういう生活、そういう人っていうのは、ま、昔からいるんで、 で、そういう人がですね、例えばその女の格好をした人、した人が女子トイレに入ってきますと、その場合って、まあ、あの、わからないわけですよ。そのパーフェクトな形で、その、もう本当完全にね、もう見分けがつかないという形で入ってくるから、わかんないんで、そういう場合っていうのは、まああの、実害がないわけですよ。まあ、発揮士で誰も気づかなければ、実害はないし、 まあ、だったら別に、そんなのを黙認すればいいんじゃないかっていうところなんですよね。ところがですよ。ところが、じゃあ、いざね、いざ、その、法律という形で明文化しちゃうと、その、その、じゃあ、女の格好をした男の人が、あの、女子トイレ入っていいですかっていう形で、こういう文章化して、この法律なんかに入れちゃうと、いや、それダメでしょっていうふうに言わざるを得ないわけですよね。 まさか法律でね、こう、完璧に、その、ばれないような形でやって入るんだったら黙認します。なんていうことをですね、法律を条文として書くっていうのもおかしいでしょ。まあ、まあ、僕は別にそんくらい書いてもいいかなと思ってるんだけども、でもね、その、クソ真面目なね、役人がそんな条文を書かないから、うん。そうすると、やっぱしその、白か黒かみたいな世界になっちゃうわけですよ。その、ね。 あの、女装した男の人がトイレ、女子トイレに入っていいのか、ダメなのかっていうね、二者択一を求められたら、それはダメだっていうふうに言わざるを得ないんですよね。ただまあ実際世の中っていうのはそういうものじゃないわけです。本当に。まああの、こうぶっちゃけね、あの、男湯でね、あの、明らかにちんちんない人がね、あの、入ってるのはね、あの、このザまでもね、見たことあるんだけども、でもそういうのってやっぱ見て見ぬふりするわけですよ、別にね。あの、 実害はないわけだから。まあ、たださすがにね、あの、あのね、一時期問題になってたのは、やっぱその、あの、お風呂、あの、お風呂でね、あの、あの、まあ、いわゆるその、ホモ行為というか、そういうのをするのはさすがにね、あの、最近ちょっと問題になって、そういうのはあの、あの警察に通報しますとかね、ビラが貼ってあってね、まあ、最近はでもそれもね、やっぱちょっとね、いろいろ認知されてきたんで、マシになったのかなとは思うんだけども、でもその、まあ、絶対誰にもわかんない形で、 誰にもわかんない形で、そういう、まあ、その、あれですあの、まあ、例えば、そのお、お、男の人が女湯に入る、女の人が、まあ、体がね、体が女の人が男に入るというのを、絶対にバレない形で、というふうに、だったら、まあ、別に実害はないし、まあ、その、女の人はね、女の人は男湯に入、入るっていうのも、このあたりはね、まあ、バレたとしても、言わないんじゃないですか、黙ってるんじゃないですか。 ですかね、見て見ぬふりすると思いますよ。僕も見て見ぬふりしたし。で、まあ男湯に女の人が入る場合も、まあそれこそもう性転換手術したりして、もう完全にもう、もうわかんないっていう状態で入るんだったら、まあいいんじゃないかっていうか、まあというかそういうのはね、もうその区別しようがないから。だからそこはね、どっちかっていうとこう、身だしなみというか文化の問題になってくるんですよね。 だからそこはね、法律で条文化して、あれこれ言うっていうことが僕は圧力を生むことだと思うから、うん、そこはね、あの、暗黙の了解っていうことで置いといた方が良かったと思います。だから僕はこの法律っていうのは、あっって、あの、誰も幸せにしないと思いますね。誰も幸せにしないってのおかしいかも。エ、ま、セ、あ、人権屋の方は幸せになるだろうから、うん。ということで私はそういうふうに思いました。だからこういう法律っていうのはね、 あのー、まあ今更廃案にっていうのはできないでしょうね。うん。だからまあ皆さん、あの、協力しないことです。あの、法律には法律違反なんてやっていいんですよ。あの、くだらない法律っていうのはね、守らなくていい、守らなくていいんですよ。だって理念法な、理念法なんでしょ 建前上は、理念法だったらのも守らなくてもいいし、裁判所からどう言われようとね、その、差し押さえ食らうまで無視したらいいんじゃないですか。その事業者なんかもね、別にそんな、あの、エセ人権屋なんて呼ばなくていいし、というふうに僕は思うんですよ。ということでね、あの、やってもいいんだという精神でですね、あの、乗り切っていくっていうことはまあね、まあ今一層求められてると私は思います。ということで、まあこの法律についての感想でした。